どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日も G ラボのブラックビューティーウクレレ、こちらと、はい、簡単バージョンではこの初めてウクレレのコンサートサイズ使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。ちょっとお知らせ、はい、こちらドン、ガズさんと一緒に JTB でベトナムツアーに行きませんかというお誘いでございます。詳細はこのリンクと概要欄に貼っておきますので、ぜひちょっとチェックをよろしくお願いします。さあ今日もレッスン動画届けていきましょう。本日お届けする曲はこの切ない曲いきます。ドン、オフコースの愛を止めないって、これはエネルギッシュな曲でございます。はい、小田和正さんのあの美しいね声がですね印象的ですけど、皆さんもこれ一緒にね歌っていきましょう。ガズレレバージョンでやったらできると思います。いつものように2バージョンです。まず最初は初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。これはですね気持ちがいいですよ。皆さんぜひちょっとやってみてください。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはやっぱりリズムが特徴なんですけど、あの独特のね、あのねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、ちょっとね複雑なところもなるべく簡単にして原曲に近いムードかなり出してますんで見てください。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube ですはですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたけど私不器用なんですとか、私音楽楽器にチャレンジしたことあるんだけど全然ダメでしたみたいな方がですね、このガズレレだったらあっという間にできますからね。何せ私が考えついた世界一簡単ウクレレプログラムです。皆さん本当に楽しんでぜひやってください。やりたいなと思った方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先に行って順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけでどんな人でもあっという間ですからね。さあ皆さんここから全てが始まります。皆さんここから行ってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取り溜めてきた あらゆるジャンルの曲、もうありとあらゆる音楽の曲がこのウクレレで一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、課題曲もうすでにね1800曲とか1900曲とかそういったレベルでもうあるんですよ。皆さんの好きな曲あると思います。こんな感じで皆さんのやってみたい曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索するとねきっと出てくると思いますので、ちょっとやってみてください。はい、そしたらですね、どんどん今日のレッスン入っていきましょう。オフコースの愛を止めないで、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみます。1,2,3,4。優しくしないで、君はあれから新しい別れを恐れている。僕が君の心の扉を叩いてる、君の心がそっとそっと揺れ始めてる。
の愛を止めないでガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。もう胸を熱くさせる、なんと言いますか、あの透明感のあるオフコースのね世界観がもう山盛りですね。今聞いていただいて分かったと思いますけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいてて、かつですね、本当はですね後半のところで転調って言ってキーがちょっと上がってくるんですけど、そこもウクレレ練習用でもうねキーはそのままでやっております。そして嬉しいことに、これ前半部分はオフコースの歌と全く同じキーなのでですね、ぜひ皆さんこのオリジナルキーで前半部分ちょっと楽しんでみてください。さあ皆さん、そしてねどんどん練習、あの ガズレレの動画の中にはね歌詞とコード出てますから、ウクレレの練習スタートしてもらいたいんですけど、1個目のゴール設定としてはまず簡単バージョンをこのガズと一緒に歌えるようになったら、弾いて歌えるようになったら1個目のゴール達成でいいと思います。そこまでできたらもう素晴らしいです。はい、でもできるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやってほしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはなかなか難しいですから、まず最初楽譜を見ながらですね何回も何回もやって自分の中にどんどん落とし込んで、いずれは覚えちゃって大空に向かって I want to fly やりたい。はい、ここまで来るとかなり気持ちいいんですよね。これアンプって言うんですけど、まずはでも楽譜練習から入っていきましょう。でも楽譜ってどこにあるんだろうという方、安心してください。今の演奏はこのガズさんが手書きで書いてある、このノートに書いてある、このガズの手書きのノートを見ながら今やっていきました。もうちょっとしたらですね、皆さんにもこんな風に大きく写して、こんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた愛を止めないで譜も含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な何も何ものすごい数ですよのノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から皆さん毎月5曲もちろん追加もできますけど、基本的には5曲選んでいただいて、私この曲やりたかったんだけどこの憧れの曲いいなというか選んでいただいて、お手元にデジタルデータとしてスッと即座にダウンロードできる、この楽譜はもちろんねレッスン動画にも紐づいてる同じやつですからね、すぐに練習が入ってきるよという画期的なサービスなんです。そしてねこのガズクラブはこのね楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加があるもう楽しい楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもって楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ。はい、ものすごい充実しててね、でそこではね Facebook のね非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。でこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でねメンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で毎週2回のまあ毎あのね毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですからお勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですねこれやってます、ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとねぜひね見てみてください。さあそれでは楽譜見ていきましょう。ただ最初からちょっと見ていこうと思うんですけど、こんな感じでね、写しておくので皆さん一時停止してノートに書き出していただくか、今紹介させてもらったガズクラブでこのノートの楽譜のデータそのものをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。このガズのノートの特徴、ここに点が打ってあるでしょ、これ休符だったり、この点でリズムが分かるようになってるんですよ。これちょっと説明すると、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、優しくしないで、うん、うん、君はあれから、はい、この点とか V でリズムが取れるようになってます。あと歌詞カードの表記にはないこの伸ばすところとかが書いてあるんで、これかなり役立ちますね。ガズクラブ入会お待ちしてますということで、お時間ある方はこんな風に書いてもらうといいと思います。まずは A メロの1番 OK。 そしたらこれサビですね。ここがですね、これ原曲キーなんで、もうね、もう限界にね、もう近いぐらいの声の高さになります。男性はですね、小田和正さんはやっぱ声が高いんですね。いやーもうね、もう本当にね、びっくりしました。でも印象的。ここは熱唱したよね。愛を止めないでつってね。はい。いやー素晴らしいですね。ここオリジナルアレンジで本当は感想長いのが入るんですけど、ちょっとここはガズレレのオリジナルアレンジ渋い感じで、すぐに2番に行くまとめにしております。はい、このツタタタタタっていうのはね、よくある、次のパートに入っていくよというね、おかずと言われるものをちょっと入れてみました。はい、じゃあここから2番の A メロ。コード進行一緒でございまして、歌詞が変わってくるパターンですね、1番と。はい。OK かな？いいっす。
そしてこっち行って2番のサビですね。はい、歌詞がこの辺がちょっと変わってくる感じでこう同じ流れなんです。ここでね、このコードがちょっと変わってて、この間奏、まあ、ここからですね、実はエンディングになってるんです。本当はここにね、間奏があってっていう風にまた展開していくんですけど、ここショートカットになって、で、ここの間奏の伸ばすところから、もう最後のラストのエンディングです。で、今のね、簡単バージョンここ全部伸ばしたっていうアレンジにしたんですけど、かっこいいバージョンここもアルペジオでやってみようと思います。はい。こんな感じで終わっていく。これが、ガズレレ簡単アレンジバージョンでございました。はい、やってみてください。出てくるコードご紹介。赤く囲ってるやつは後半かっこいいバージョンで出てくるんです。ひとまず、いいです。今映ってるこれ、7個のコードで今日はね、やりました。行ってきます。CAmF、Dm、D7、G7、Em7、この7つのコード。これ今映ってるのはもう超入門コードのグループなんでめちゃくちゃ安心してください。これです。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレーで音楽始めてる方にね、一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんです。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、これ簡単なんです。なぜかというとね、初心者入門コードだからね、簡単な入門コードだから。なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとごちゃごちゃになるんで、この私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃ役に立つ動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っときますんで、初めて見る方、ここの動画でコード10個楽しく覚えちゃいましょう。めちゃくちゃ楽しく覚えられますからね。今日はそのうち7個出てきますから、遅かれ早かれ、ガスレリスゴダマスターしていこうということで、かっこいいバージョンの解説にここから入っていこうと思います。かっこいいバージョンの解説に入っていくと思うんだけど、その前にやっぱ歌ですね。皆さんこの歌ね、サビとかすごく印象あると思うんですけど、A メロのところの細かいね、このリズム感とかってやっぱり今聞いてみると、やっぱりね、ちょっと認識とかなり僕も違うところがあってしっかり聞いたんですけど、やっぱりね、聞き込んで、この小田和正さんのこの世界観にこう没頭して自分もこうダブらせていく。そんな感じがいいと思います。サビではもうね、ほんと腹式呼吸使ってグーッとこういく感じ、エネルギッシュに歌いたい曲だと思いますんでね、歌しっかりマスターしてかっこいいバージョン練習入っていきましょう。で、かっこいいバージョンはですね、コードがちょっと追加になります。まず1個目はね、この G7 サス4というコード。 G7 サス4はこれ簡単、 G7 入門コードを押さえておいて小指見て、これ1個足したら G7 サス4、離したらただの G7。いきますよ。G7 サス4から G7。こんな感じでアルペジオで使っていったりします。で、サビの中で出てくるこの F メジャー7。余裕出てきたらこれやっぱ使いたいなと思います。F メジャー7っていうのはね、3弦と4弦の5フレットなんですよ。こうやって押さえます。いい響きです。これすごくいい響きなんですけど、ちょっとね、これ距離があるんで、難しいっていうかね、コツがいります。で、指、この指で押さえるのおすすめで、戻るときにここです。ちょっとね、この指が先行してる部分ね、この5フレットの距離結構あるんで、これが結構キーポイントになります。F メジャー7は余裕出てきたらでいいんで、入れてみると輝くと、まあ、サビで出てきますと。はい。で、今日出てくるリズムなんですけど、今日はね、2つのリズム。はい、こちらです。ドーン。アルペジオと8ビートのチャ、この2つのリズム、やっていきましょう。ちょっと途中でね、変わったリズムも出てくるんですけど、それはちょっとね、これから解説していくんで、やってみましょう。今映ってるこの2つのリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画が、もうアップロードされておりますんで、じっくり動画見て、知らないリズムを練習していってください。で、今日はちょっと流れでご紹介しようと思いますけど、いきなり歌が入りますけど、今日は1番の A メロ、2番の A メロで、最後だからエンディングのラストのところでアルペジオを使っていきます。アルペジオっていうのはね、ちょっと C でやってみると、ちょっとね、今日この曲は速く感じるかもしれないんですけど、ちょっと A メロやってみようか。優しくしないで、こんな感じですね。君はあれから、このね、アルペジオっていうのはつまびく弾き方なんですけど、これね、コードが抑えられてないのがバレちゃうんです。例えば Dm とかで、こう、プチプチいっちゃう。しっかり抑えるのを確認して、綺麗に鳴らしていきましょう。で、サビでは、基本的には全部8ビートのチャということです。これはね、ガズレレでは一番多く出てくるリズムで、ダン、ダスト、ダン、ダスト、チャ。ワイルドに力強くぐんぐんいく感じ。まさにこの曲のサビにふさわしいリズムだと思います。今日一番キーポイントになるところをちょっとやろうかな。A メロの、ちょっと後半のところ、ちょっと聞いててください。いきますよ。僕が君の心の扉を叩いて、この次です。いきます、ここ。君の心がそう。今の。これがですね、オフコースの音源を聞いても、ここがものすごくね、印象的なんですよ。すっごい難しそうだと思ったでしょ？だけど大丈夫です。ガズレレは。簡単にしました。皆さんのおなじみのコードばっかりにしました。ただし、テンポが早いんで、弾いて、もうどこか4つ弾きでいいと思います、ここは。そして、ここで、なおかつね、これを弾きながら歌うわけですから、これ歌のタイミングは逆に難しいです。ちょっとそこだけやってみると、せーの、さん、はい。君
の心がそっと、はい、ワンツースリーボーワンツースリーボー、ただの4つ弾きなんですけど1個ずつコードが変わる。ここはもうちょっと慣れですね。だけどここ今までアルペジオでゆったりしてきて、ここで急にドーンとこうリズムがねガンと変わる感じ、ここがねやっぱりこのあの腕利き集団のね、あのオフコースの雰囲気はよう出てますなというふうに思います。でこの後ですね、ちょっと面白いリズムが出てくるんでちょっと見ていきましょう。ちょっと同じとこからやってみますね。せーの。君の心がそっとそっと揺れ始めて、ここダンドクチャカタカチャパパパパパパ、今のダンドクチャカタカ、これをやりたい。これちょっと16ビートのチャのニュアンスがあるんでね、一応これ16ビートのチャっていうのはダンドクチャカタタスタスってチャカチャ、こういうリズムなんですけど、それの前半部分だけみたいに捉えてもらうと分かりやすいかなと思ったんですけど、一応テロップにはドンドクチャカタカって書いておきます。そうするとこの G7G7 2つ並んでる最後のところはドンドクチャカタカチャタタタタタタ、こんな感じでサビに入っていく。ここがちょっとねキーポイントになると。もう一回だけその君の心からいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。君の心がそっとそっと揺れ始めてる。サビに入っていきますよということ。これがねかっこいいですよ。でサビに入っていくと8ビートのチャドンとリズムがアップテンポになって、そして F メジャー7とか出てくるということになりますね。はい。そしてね2番もですね、基本的に1番と全く同じですので、心の弾き方はですね今のでもう大丈夫だよということだと思います。もうこれで説明は一応終わりなんですけど、これやってみたら分かるんですけど、あのワンブロックコード4つのところから今の1番のねサビに行くまでの間はですねかなり難易度高いと思いますね。ここはなかなか面白いんだけど、できるとめちゃくちゃ気持ちがいいというところなんで、ここをまず重点的に練習してもらうといいと思います。ちなみに2番のね、のところはね、そこのとこちょっと流れが変わるんです。2番のサビに行く前をちょっとやってみましょうか。またワンブロックコード4つのところから。せーの、3、はい。いきなり君を抱きしめよう、たたた、はい。こっちはシンプルでしょ。今度は G7 で8ビートのチャーに戻って、サビにそのまま流れていくという、こんな感じで、ね、ちょっとアレンジしてみました。だから1番の最後のところの、サビ前のところかな、今日の一番のキーポイントになるところはというふうに思います。そしてやっぱりこのテクニック面も大事ですけど、この歌詞を読み込んでですね、この曲が持ってるメッセージとかエネルギーとかそういうものもがっちりカッチして、自分のね、経験とかそういうものに合わせてですね、ドーンとこう、感情豊かにアウトプット、それを音楽は感情表現ですから、それも忘れない。さあ、それではやっていきましょう。オフコースの愛を止めないで、ガズレレリューかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー。優しくしないで、始めたら愛を止めないで、そこから逃げないで、淡い夜は一人でいないで、君の人生が分かれてる。
の愛を止めないでガズレレレをかっこいいバージョンやってみました。これはですね、気持ちがいいんですけど、まずね、男性諸君、これだともうサビでキーがもう、うわーって高いっていうのが一個あるんですけどね、あともう一個で言ってるのは、サビ前の、1回目のサビ前の、あの独特なムードのあるキメ、あれがね、すごくね、サビに行く、このエモーショナルな感情をかき立ててくれるんで、あそこがやっぱキーポイントになるところかなというふうに思いました。感情を乗っけて気持ち込めて楽しくいきましょう。ちょっとお知らせです、皆さん。さっきシンプル簡単バージョンで使っていたこのガズの初めてウクレレ、これコンサートサイズですけど、ソプラノもあるんですけど、このねガズの初めてウクレレシリーズ、なんとアマゾンでいつでもどこでもね、即日、はい、即日じゃねえな、翌日か、プライム配送で、届くというふうにアマゾン発売今開始されております。アマゾンの検索のところにガズレレスペースウクレレっていうふうに書いていただくと、このウクレレ出てきますんで、ぜひ皆さん、この初めてウクレレ、初めてウクレレ初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよって、どなたか大好きな方、プレゼントにもおすすめです。これチェックよろしくお願いします。そしてガズレレではね、この G ラボ、今、これね、使ってたウクレレのこの G ラボの YouTube ページスタートしています。こっちもなかなか面白いですよ。はい、ガズレレの YouTube ページ、公式ページが概要欄に貼っておきます。そして今ね、ガズレレでは2年ぶりに全国5カ所回るイベント開催中です。5カ所のうちもすでに3カ所終了、大盛況でした、もう最高でした。あと残すは10月の大阪と11月の横浜なんですけど、チケットすでにソールドアウトです。ありがとうございます。参加される方一緒に盛り上がりましょう。まだちょっと行けなかったという方、次の情報をお待ちください。そしてガズレレではですね、なんとピアノ教室もやってるんですよ。この私ガズが考えついた弾き語りに特化したオリジナルのピアノの弾き方、鍵盤楽器の弾き方なんで、どなたでもあっという間にできます。はい、これで今度なんと本が出ることになったんです。10月今月発売なんですけど、ぜひ皆さんご予約お願いします。アマゾンでガズピアノってやると詳細出てきますんで、鍵盤楽器で音楽やるのも最高ですよ。ガズレレやってる皆さんならすぐできますから、ぜひチェックよろしくお願いします。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちもアマゾンで販売中ですからね。こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。もうそう、ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さっと話したので、ね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。